チャンギエアポートグループは2009年7月1日に設立されたシンガポールの企業。今までシンガポールの航空関係を担ってきたシンガポール民間航空庁からシンガポールチャンギ国際空港の運営、管理部門を独立させて設立された。シンガポールの航空行政などの役割はシンガポール民間航空庁に残された。世界のハブ空港の競争が激しくなっている中、 チャンギ空港の運営、管理部門を独立させ、効率的な組織にしようとしている。また、チャンギエアポートグループは、シンガポールチャンギ国際空港だけではなく、世界中の空港へ投資する使命も負っている。シンガポール政府100%出資の投資機関である、テマセクホールディングスの完全子会社。シンガポールチャンギ国際空港ターミナル3、バタフライガーデンシンガポールチャンギ、 国際空港ターミナル1スイミングプール、チャンゲアポートインターナショナルは、チャンゲアポートグループの完全子会社。世界中の空港への投資、運営をしている。空港管理、運営、空港店舗、空港計画、開発、チャンゲアポートグループ、シンガポールチャンギ国際空港は1981年開港時から2012年まで420余りの賞を受賞してきた。 ありがとうございます。